緊張でガチガチの坂木さん。しかし、家の中にお邪魔すると。大量のトロフィーを目の前に軽い興奮状態に陥る坂井さん。トラッシュ中沼さんの活躍は坂井さんの青春そのもの。トロフィー一つ一つに熱い思いが込められています。そんな坂井さんにとって今回中沼さんにどうしても聞いておきたいことがありました。それはもう競技が続けられなくなって引退したってわけじゃない。いやまあモチベーションが上がったり、なんかそうですね。なんか何のために世代と、なんかその人と一緒にやったりやっていたかったり。当時親父と慕っていた後援会長との仲たがい、気持ちが引退の引き金でした。もう当時一本でやろうって決めてからもう今はもう先生。引退に未練はない。選手の生き様に惚れ込む坂井さんにとってこの日一番嬉しい一言でした。アッチさんとお会いしてよかったです。嬉しいになってると思ってたのに、荒れてないし。坂井さんが語った